高く思えて車を寄せた雨上がりの店。北海道江別市の角山と呼ばれる地区に世田谷という名前のバスの停留所があります。昭和20年頃バス停ができた時に世田谷という名前が付けられました。確か東京の世田谷区から来たって思ったけど、東京の世田谷区から移住してきた人たちが住んでいるから世田谷っていう名前が付けました。ここには今から41年前戦争で焼け野原になった東京の世田谷区から拓北農兵隊として北海道に移り住んできた人々がいます。彼は入植当時出身地の地名をそのまま取って世田谷と名付けました。この一帯は今でこそ緑に覆われた牧草地帯になっていますが、世田谷の人々が来た当時は不毛の原野だったのです。札幌から車で30分のところにある人口約9万人の町、江別。明治時代の屯田兵によって開かれた町として知られています。この開拓の町、江別市に昭和の屯田兵としてやってきたのが拓北農兵隊、別名北海道開拓集団機能者の人々です。昭和20年7月、東京は相次ぐ空襲を受け焼け野原になり壊滅状態でした。こうした戦争の中、疎開する身寄りもなく住む家もなくなってしまった人々が祖国の食料の増産を命じられ、東京の各地域から249世帯1139人がこの北海道へやってきたのです。その当時東北の撮影所に俳優として働いてたんですけど、ある日新宿の方へ出て行く前にちょうど北海道開拓の募集を演じてやってた。そしてそれ聞いて 2,3 質問して、早速それじゃあ俺も北海道行こうと。拓北農兵隊のことは江別市の歴史にも記されています。敗戦の直前7月9日に世田谷区から江別市に入植してきた人々は32世帯と学生1人、男は継ぎはぎの国民服に戦闘帽、背には鍋や釜、女はもんぺ姿に包みを背負い子供の手を引いていました。6日の日に東京を立ちまして、やっと9日の朝の2時か3時ごろという形の中でここへ着いて、真っ暗な中を天徳寺の方へ向かっていって、そんなことが今更ながら思い出されるというようなことで、あの倉庫なんかはそのままの形で残っているというのが現況ですね。拓北農兵隊としてのっぽろ駅に降り立った世田谷の人々はまず近くの寺に案内され、地元の婦人会から温かい歓迎を受けています。当時世田谷の人々を迎えた片山さんにその時の様子を伺ってみました。その頃ですとやっぱり北海道もやはり食料事情というのは割と緊迫しておりましたのでね、それでもまあ東京の方からおいでになるというので、皆さんがもう総力でお米をどこからどういうふうに集められたか、一応その人数分だけっていうので集められまして、そしてまあおにぎりをこしらえて、お芋は割とまあ手持ちもございましたのでね、それで味噌汁、あとおしんこぐらいでしたけど、まあとにかく何も入らないお
めのおにぎりを差し上げたいと思って、皆さんで一生懸命で用意した次第でございます。北海道へ渡って2ヶ月後、ようやく土地の割り当てがありました。1世帯あたり 7.5 ヘクタールの土地を受け、世田谷区から来た人々は角山地区に入植しました。しかしこの時すでに32世帯から24世帯に減っています。入植した人々のうち農業の経験者は一人もいませんでした。俳優、中学教師、工員、画家、菓子製造に携わっていた人々が未開の原野へ入ったのです。中澤外次郎さん、84歳。中澤さんは世田谷の三軒茶屋でお菓子屋さんを経営していましたが、戦災で焼け、一家4人でこの地へ入植してきました。あんまり文明から不備なとこ来たんでね、それが一番困ったんですよ。でやっぱ男よりも女の方がやっぱり答えたんで、やはり東京に慣れたとこにいたんですからね、こうして夕方も不便ですからね、まあ、水道とかね、電話、電気、そういうものに見舞われてないでしょ。それが一番苦労してる。電気もありませんし、水道もありませんし、ガスもありませんし、みんな本当に不自由な思いで毎日毎日が嫌だと思う暇なく仕事に追われたわけですよね。よくやれたと思って今考えてみますと感心してるんです、自分でも。開拓の厳しさ、それは寒さと土との戦いでした。いや、寒さではね、本当に凍るということがね、一番凍った。何でもみんな凍るからね、だから寝ていても布団の上に雪がたまるんですよ。雪たまるというのはね、雪がたまるんじゃなくて、いいガスだからたまるんだね。東京ではそんなことないですからね、ここに来たら家がそのかやぶきでしょ、隙間から粉の雪が入るんですね。その夜中のうちに布団の上に溜まっちゃう。私どもが東京か入植した当時はですね、まあ、このような泥炭地、まあ、ここら辺一面にこういう泥炭地なんですけども、この泥炭地の中で水位が高くてですね、海面上のこういう泥炭でございますので、水位が高いとですね、これがこんなに膨れ上がって、もう本当に作物をしても何も取れないというような状態です。それでその後このように排水を掘ったり、馬で着土をしたりして、参りますと、こうやって跳ねますとですね、本当に今でもこう地震のように揺れるんですけども、当時はもっともっとひどい状態で揺れておりました。何しろ泥炭地というところで、しかも原野で、まあ、水害も時々あるというようなね、そういう土地だから、もちろん周辺の農家もここに入植しようという人はなかったわけですから、まあ、土地改良するということが、まあ、第一番の仕事だったわけですからね、まあ、援助、まあ、政府の補助金などがあって着土したり排水掘ったりということが、まず一番初めの仕事だったということです。世田谷の大田に住んでいた中村秀也さんは18歳の時、母と3人で入植し、現在は花作りをやっています。中村さんはたくさんの樹木をここに植えてきました。まあ、40年長いんですけどね、人生全部終わっちゃうぐらいですから。まあ、いろんなことやってきて、動物も随分飼ったし、作物も、まあ、私に関する限りはもう野菜から何からですね、ほとんど米のほかほとんど何でも作ったっていうぐらいやりました。まあ、あると何しろ風の強いところだったんですけど、まあ、うちなどはあんまり風が吹かないので、
こういうハウスとかですね、花作りをやるきっかけにもなってるわけですね。それが風があまり吹かないようにということがですね。山形徳一さんは当時11歳になる息子を連れて家族3人で入植してきました。東京で役者という不規則な生活をしていた徳一さんにとって、毎日朝早くからの農作業は辛いことでした。その徳一さんが今日まで来れたのは家族のおかげだといいます。つまんねえなと思う時もあったけど、くよくよしないで明日の希望ちゃんでね、頑張ったね、先生バカ正直だから、正直にやってっとに、地区の人や部落の人はあの役やってくれ、この役やってくれで、その方の役を引き受けると正直だから真面目に一生懸命やるでしょ。家の方はもう息子たち娘に任せて、だから今ばあさん非常に苦労かけたね。この世田谷クラブができたのは昭和22年です。開拓に明け暮れていた世田谷村の人たちの間に何か生活に潤いを持とうという動きが起き、青年たちの手でこの世田谷クラブが作られました。ここでは機関誌の発行や学習会など幅広い活動が行われていました。現在では毎年7月9日の入植記念日にはここに集まり親睦を深めています。世田谷村が歩んできた道は土との戦い、水害や冷害との戦いでした。そして今、緑豊かな世田谷村は後継者をどうするかという新しい問題に取り組んでいます。